はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。プリンセスコネクトリーダイブ始めていきましょう。クラップ。ダメ。高く星さん出ませんね。では、今回のメインやっていきましょう。デコボコガールズキャンプ。まさか草花さんたちの声が聞こえなくなるなんて。やっぱり都会暮らしは恐ろしいですね。早く自然と一体化して元の墓地スピリットを取り戻さないと。掘っていればいいですよな。毎日多くの人と関わっているため、ぼっち卒業のチャンス到来だと前向きに捉えています。今日も午前はバイト、午後は特別講師として頑張ります。はしこ。よし。なおい。私の
これは大丈夫マイフレンド君 V4 カスタムといって私の友達です。よかったら私と私たちと一緒に遊びませんか。え、怖い。すごいな。そう言ってもらえて連絡した甲斐があったよ。従業員のみんなが非正休暇を取ったりパパイク級に入ったり、そんなことが急に重なって人手が足りてなかったからね。重なるといえば葵くんも他にもランドソルで用事があるんでしょう。確かあのセントテレサ女学院で特別コースだっけ。編入生として入った縁もあってあちらにもまた呼んでもらってるんです。そっかそっか、私が手紙を出した時にはもうランドソルに来ていたんだもんね。あの時は最短で連絡がついて本当によかったよ。私もすぐに駆けつけられてよかったです。あ、そうそう、今日も午後からは講座があるんです。お昼になったら失礼させていただきますね。そのつもりでシフトを組んでるから遠慮なく行ってらっしゃい。ただあまり無理はしちゃダメだよ。なんて言ったって体が資本だからね。いえ、こんなぼっちの私でも求めてくれる人がいればぼっちなりにぼっちの全力を振り絞って力になる所存です。多少の無理くらいずっとぼっちとして過ごしてきたこの十数年の苦労に比べたらどうってことありません。今日のノルマを目指して事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。まるでぼっち卒業の初心表明会みたいな堅苦しさが出ちゃいました。いや待ってください。いえ、誰に待ってもらうかはさておき、講座を始める挨拶なんだし起立を促すのは間違ってないのでは。だったらこの流れでごきげんよう。ごきげんよう。いいね。では特別講座を始めます。今日の議題は、なんとか挽回できましたね。というか、もしかして私ちゃんと挨拶できるようになってきた？ごきげんよう。ごきげんよう。お。やりました。どうしたんだ。ごきげんよう、葵先生。ごきげんよう。ところで、いい天気ですね。今日は晴れですが、あさってからどうやら天気が崩れるそうです。いや、天気が悪いと気分も上がらないですよね。だからといって遅刻は厳禁ですよ。でも足元には注意してください。私たちのこの会話のようにカラッと晴れた中でこの学園の正門をくぐりたい。すみません、次の授業に急がねばなりませんので。では失礼します。ごきげんよう。あれ、ねえ、葵先生って前からあんな様子だったかしら。そんなことは、少しばかり変わった人でしたが、少しか、先ほどのように推しの強い方ではなかったはずですわ。きっとお疲れなのよ。
毎日お忙しいようですから。よしよしよし、女学院でも挨拶はできるようになりましたが、まだ雑談はうまくできないんですよね。昨日は万人受けする天気の話題を選んでみたんですが、確かに私のダサい森っぽさが気になって会話に集中できないのかも。そういうことなら、ここは一つエルフの森出身の13歳ではなく、13歳なんだ。それで暮らすカッコ仮住まいですが、カッコ閉じ13歳として若者らしい態度で接してみましょう。都会のノリはだいぶ覚えましたから、これぐらい朝飯前のバリ楽勝なイージーステージっしょ。なぜセントテレサ女学院で若いピチピチな女生徒と接してったらよ。なんか買ってきてあげるよ。今日は女学院に行かない日でしょ。だから葵ちゃん、君は座って待っていて。いい？わかった。あれ？おい、まずいことになったぞ。葵ちゃんが働きすぎておかしくなっちまった。うん。ああ、まずは古城長に相談だ。ランチなんか食ってる場合じゃねえ。今日もぼっち卒業できませんでした。バイト仲間とのランチも失敗。やはり友達100人への道のりは長く険しいです。この3ヶ月間毎日のように都会の人と交流を重ねて、私のコミュ力も高まっているはずなのに、悲しいな。やっぱり遠い存在なんだな。前までの私だったら半日も持たずにホームシックになってましたが、ランナーズハイのその先の境地って感じで、むしろすがすがしい気分です。健康的な心の汗をかくことで日々の成長を実感しているんです。まあこれが都会に適応したエルフの証ですかね。それくらい私の生活が充実してるって証なんじゃないでしょうか。それに私の頑張りはあなたにもメリットがあると思うんです。だって私に友達ができればその人をあなたにも紹介できますもん。そしたらあなたもぼっち卒業ができて友達の輪が広がります。ウィンウィンですよね。オールハッピーですよね。ということで友達作りの実践に向けた準備をしてきます。次にお会いするときには私の100人の友達を紹介しますね。私の未来の100人の友達の皆さん、楽しい。始めようかな。では草
長をお願いいたします。おい、静かに耳を傾けてくれてありがとうございます。その素晴らしい姿勢に敬意を表します。第100回を目前にしてこの回にも慣れてきましたね。では本日の振り返りから。カクカクシカジカと、まあこんなところでした。どうでしょうか、草原さんたちの感想を聞かせてください。ランドソルという都会の荒波にすっかり慣れきった私はもう多少のことではへこみませんよ。今日も率直な意見をお願いします。熟考中ですか。あれれ、草花さんたちの声が聞こえない。どうしたんですか、もしかしてどこか調子でも悪いんですか。いやでも今朝もちゃんとたっぷりお水もあげたし、肥料も欠かさず食べてもらってるし。自分の声はちゃんと聞こえますね。私の耳に異変はないし、草花さんたちの調子もいいはず。だとするとおかしいのは、私の体でも草花さんの調子でもなく、草花さんたちと共鳴する私のぼっちスピリット。いえ、さかそんな、子供の頃から自然の生き物たちとの会話だけが得意だったのに。でもどうして今、前に編入生として行った時や初めて短期バイトをした時はこんなことには。だってあの時の方がランドセルに慣れてなくて毎日毎日てんでこまいでしたもん。あの頃に比べたら3ヶ月も森に帰ってないことくらいなんてことないのに。もしかして前は短期間で終わってすぐにエルフの森に帰れたからなんともならなかったとか。そっか、森から離れてもう3ヶ月だもんね。こんなに長い間エルフの森を離れたことって今までなかったから。だから私のぼっちスピリットは自然を忘れてしまった。ということは今の私はぼっちのエルフではなく、もっとたちの悪いぼっちのおのぼりさん。どうしましょう。私が自然成分を失って自分も見失っていたから、人と接するテンションの設定が間違っていることに気づけませんでした。今は空前絶後の超絶怒涛のぼっち卒業のチャンスなんかじゃなく、ぼっち史上最強最大の絶対絶命の崖っぷちの限界ギリギリのピンチ。こんな落とし穴があっただなんて。やっぱり都会は怖いところです。でも今気づけてよかったかもしれません。まだきっとなんとかなるはずです。草花さんたち、このことを教えてくれてありがとうございます。自然の皆さんにはいつも助けてもらってばかりですね。そうでしたね、今は私の声も届かないんでした。このお礼を届けるためにも一刻も早くぼっちスピリットを癒さなきゃ。久しぶりにやるしかありませんね。今の私にできることはもう一つしか残っていません。ぼっちのエルフに残された最終手段、あれを始めましょう。私の声が聞こえなくなるなんて、やっぱり都会暮らしは恐ろしいですね。早く自然と一体化して元のぼっちスピリットを取り戻さないと。さあ始めていきましょう、イベントクエスト。
真ん中減ってきてんの気になるな。あったか。危ない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 。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。主様、旅の準備を整えてより充実した冒険をいたしましょう。ようこそ。フレンド管理はこちらになります。新しいフレンドを楽しんでくださいね。ありがとうございます。やばいやばい。悲しいな。ここ最近ずっとそんな感じだわ。
繰り返しよ。相変わらず今日も出来上がっているね。でも麦しわに飽きているのかい？ううん、いつも変わらず最高よ。だって麦しわだもん。それは間違いないわ。でも近頃なんだか本当に、とりあえず麦しわって感じなのよね。私の生活の1サイクルといえば聞こえはいいけど、反面流れ作業になっているところがあるな。だからこう、なんていうか、麦しわを初めて口にした時のような感動を今もう一度味わいたいのよ。わかるよ。私もついこの前まで同じようなマンネリ感を抱えていたからね。麦しわ歴40年の私から言えるのはただ一つ、それは、それは淑女よ山に行け。はい。ほら、最近ランドセルでキャンプが流行ってるだろ。先月私も山奥のキャンプ場に家族で行ったんだよ。そしたら野外で飲む麦しわが格別の味だったんだ。すっかりキャンプ飲みにハマってしまったよ。キャンプ飲み、それって野外で飲むってことよね。ああ、大自然の中で小鳥のさえずりを聞き、新鮮な空気を吸い、星を眺め、そして誰にも邪魔されないで麦しわと真っ向から向き合う。ランドソルのこういった飲食店で飲むのももちろんいいが、キャンプ場で飲む麦しわは自分の体験さ。だからどうだの何だのと理由をつけて、ここのところ週末はずっとソロキャンプさ。家族の前で満足いくまで飲むのは気も引けるからね。キャンプ飲みか。そもそもキャンプなんてやったことないけど大丈夫かしら。ああ、最近のブームのおかげでいい道具も安価で手に入るし、キャンプ場のホスピタリティも充実してるから心配なんていらないさ。まあとにかくマンネリを感じてるなら一度キャンプで麦しわを飲んでみるといい。最高の一杯はキャンプ場にあるのさ。飲みすぎて記憶をなくす前にオーダー表の裏にメモっておくんだね。最高の一杯はキャンプ場にあるか。うだうだ言ってても麦しわのマンネリは解消されないし、ダメ元で試してみるのも悪くはないよね。わかったわ。ソロキャンプで麦しわやってやろうじゃない。異常なし。ここもだな。今日も王宮の守りに問題はないようだ。しかし油断することなく警備を続けるとしよう。あれ、ジュンさん、お疲れ様っす。ここで何してるっすか。いや、二人とも見回りご苦労様。見ての通り定例の警備をしていたところだ。特に異常はなかったよ。いや、そうじゃなくてっすね。今日予定休でしたよね。あ、そうなんだ。人員に不足はありませんし、どうして仕事をしているのかなって。ああ、そのことか。休日とはいえナイトメアの団長だからだ。答えになっているような、なっていないような、ナイトメアの鏡でもあるっすけど。
ジュンさん、ちょっといいですか？ああ、もちろんだ。仕事の話かい？所属、ナイトメア。役職、団長。申請者名、ジュン。申請内容。溜まっているすべての有給の消化を申請する。なんで？では、この欄に申請のサインをしてください。ああ、有給全然消化しないから。そして、承認のサインをするっす。承認者名、ジュン。取らないとね。団長の権限によりこれを許可する。これでいいかな。そんな感じ。なかなか休み。許可はしたことがあっても申請をしたことがないなんてね。面目ない。こんな事務仕事を部下に教わった。取り方がわからなかったってこと？申請の仕方が。有給がたまりすぎですよ。しかも今日みたいに予定給も無断出勤していたなんて。熱心なところは本当に尊敬してるけど、しっかり休んでほしいっす。いざって時に何かあったら取り返しがつかないっす。そうならないために毎日休まず働いて鍛錬を積んでいるなんて言わないでくださいね。この機会にしっかりと休んでもらいますからね。もし休みの間に緊急時以外で仕事をしているところを見つけたら陛下に報告させてもらいますよ。私とまつりちゃんはともかく他の団員たちに示しがつきませんから。そうだな、言われてみると規則を破る軽率な行動だったかもしれない。この国や陛下のためとはいえね。後のことは自分たちに任せるっす。だからジョーさんは思い羽を伸ばしてくださいっす。ああ、そうさせてもらうよ。それでもう一つ聞いてもいいかな。なんすか？自分らに分かることだったら何でも答えるっすよね、トモネちゃん。うん、例えば何をして過ごせばいいかわからないとかなんてね。あ、ジュンさんがトモ姉ちゃんみたいに冗談言うなんて珍しいっすね。うわ、休暇モードに早速入ったってことっすか？その調子っすよ。いや、まだだ。陛下へ提出する書類棚にまだ入れていないからね。それが済んで初めて正式に休暇を得ることができる。私は冗談のつもりで言ったんだけど。そうなのか。私は真剣だよ。何をすればいいんだい？せっかくの休みなんだし、どこか静かなところでゆっくり過ごしたらいいんじゃないですか？そうそう、なんか最近キャンプが流行ってるらしいっすよ。ルキャンの映画話題になってるっす。山奥で自然な空気でも吸ってリラックスするといいっすよ。ナイトメアの野営道具を使うといいっす。ありがとう、二人とも。心配してくれる君たちのためにもしっかりと休暇を取るとするよ。森のさらに奥地へと踏み入って、いくつもの山と谷と川を越えて、新
とは沼とか洞窟とか茨の道とか、とにかくいろんな自然の険しい難所を越えた先にある私だけの場所、ここが究極のぼっちプレイスです。はあ、なんて新鮮な空気なんでしょうか。癒されます。うん、木の枝もたくさん落ちてますね。これならいろいろ作るのに困らなそうですね。それじゃ道具をささっと広げて、いつもみたいにナイフ一つで寝床から作っていきましょう。都会に染まってしまった身と心を癒して自然の力を取り込むぞ。一方やっと着いた。なんて遠いのよ。荷物も重いし来るだけで一苦労じゃない。でもいい眺めね。空気も美味しいし、いい麦シワが飲めそうだわ。さて麦シュワ麦シュワ、じゃなくてまずはキャンプの準備。確か最初にテントを設営するんだったわよね。まずは広げて、あーテントが、もう全然うまく張れないじゃない。このロープは一体何なわけ。どこに結ればいいの。ちゃんと店員さんから教えてもらえばよかったわ。なんかつい見え張っちゃってキャンプ慣れてます風で意識揃えるんじゃなかった。キャンプなんて飲食店で聞きかじった知識しかないのに、どうして見えなんか張っちゃったんだろう。うまくテントが張れないのはきっとあれよね。着いたばっかりで移動の疲れがまだ残っているからうまくできないんだわ。そうよ、そうに違いないわよね。何も目的はキャンプを楽しむことじゃなくて、私の場合はキャンプ飲みだし、キャンプ場に来てるんだもん。準備ができてなくてもキャンプ飲みって言えるよね。あかあかあか、もう飲んじゃうかしら。あ、でもダメ、私は最高の一杯を求めているの。しっかりとキャンプの準備をしてから心置きなく飲むのがきっと正しいキャンプ飲みのはずだわ。さ、頑張るわよ。よし、なこれロープを締めてテンションをかけてと、これで準備完了だ。食事にするにはまだ少し早いかな。さて何をして過ごそうか。周りは団らんしている家族や一人でのんびり過ごしているソロキャンパーが、心休まる平和な風景だ。山奥とはいえ人の手で開かれた場所だし、トラブルは起きそうにないね。ならともちゃんたちに言われた通り、ゆっくりと自分のペースで過ごすとしよう。まずは腕立て伏せからだ。帰りに飲食店に寄ったと思うにゃけど、そこから
黙っていったのか。まだいけるみたいですね。自分のペースでトレーニングが進められる。自分の体と対話でき、質の高いトレーニングが望めるな。ルカたちにも教えてあげたいよ。さて、トレーニングルーティーンの次は少し早いが、焚き火の準備をしておこうか。薪割りは心を無にしなければまっすぐ割れない。これも剣術に通ずる大事なトレーニングだ。気を引き締めて、いざ。助けしたい！死ね。今助けに行く。あらあら、お知り合いが失踪。ゆかりさんだったわよね。聖騎士の格好をしたエルフさん。初音ちゃん、どうかしら。私は見てないな。同じエルフでもそんな人は珍しくて、きっと目立つからね。
そうよね。ごめんなさい、力になれなかったみたい。でもきっと大丈夫よ。だってあなたが一生懸命探してるんですから。ねえ君、私からもいい？ランドソルで葵ちゃんと会ってるかな。急に手紙が来なくなっちゃったんだよね。それがちょっと心配で。忙しくしてるのかな。今までは毎日5通は手紙を送ってくれていたの。でも急になくなってしまったから寂しいわ。セントテレサ女学院や工場に連絡をしてみたら、しばらく休みを取るとだけ言っていたそうなのだけれど、お休みにランドソル観光をしているなら手紙をもっと送ってくると思うの。とっても心配だわ。だから葵ちゃんのことも探してもらえないかしら。頼れるのはあなただけなの。お願いね。大丈夫か？何があった？ぐちゃぐちゃになったまま放置されている。設営も済んでいないのに昼間から眠ってしまうとは。見たところキャンプは慣れていないみたいだね。放っておくこともできないし。どれ、代わりに設営をしてあげよう。しかしこの女性、確か前にどこかで。休暇中なんだ。たまりにたまった有給を消化するためにね。しかも休みの日にも無断で出勤してたすからね。自分たち部下も予定休ですら休みづらかったっすよ。確かにそういう問題はある。今は山奥のキャンプ場でのんびりと過ごしている頃かな。そうしていてほしいと心から思うよ。え？あれ？テントが張られてるし、他の道具も準備できてる？どうして？まさか寝てる私が勝手に？おはよう。目が覚めたようだね。さっきっぽり？いいや、鎧だ。え？一気に酔いと目が覚めたわ。すまないが、勝手に荷物を触らせてもらったよ。眠ったまま夜を迎えてしまっては困るかと思ってね。見たところこういったことに慣れていないようだから。本当は直接指導したかったが、何せ気持ちよく寝ていたから。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ごめんなさい。
私はゆかりです。あなたは鎧さんでしたっけ。いや、ジュンだ。ジュンさん、それに鎧姿。あっ、もしかしてナイトメアの団長さん。ああ、今は休暇中だけどね。あの、私メルクリウス財団です。以前うちのギルドが企画したアストライア大陸横断クイズ旅行で。ああ、やはりあの時のどこかで会った気はしていたんだが、そのすっかり様子が違っていた。様子が違っていた。すぐには気づかなかったよ。お恥ずかしい限りです。あの時はその麦酒を飲んでなかったから。あ、それとあれからイメチェンしたんですか。以前は黒い鎧だったと思うんですけど、今は草っぽいというか森っぽいというか、なんというか。これは野戦仕様の鎧だ。状況に応じて使い分けて。え、そうか。野戦？ジュンさんもキャンプしに来たのでは？うん、その通りだよ。トレーニングキャンプだ。休暇中とはいえ、私の職務は民の安全を守ること。いついかなる時も己の鍛錬はしておかないとね。はあ。ところで一つ提案させてもらってもいいかな。え、ええ、どうぞ。戦いの中で戦いの者を守ることだけが我々ナイトメアの仕事じゃない。生き残る術が身につくよう促すことも仕事の一つなんだ。はい、立派な信念だと思います。いつもランドソルの平和をありがとうございます。そこでだ、ゆかりちゃん。ゆかりちゃん、君の大自然に対する無防備な姿はナイトメアの団長として無視できない。そうだね。よければ野営に関する初心者向けの心構えや技術を教えようと思うが、どうかな。私がしたいのはキャンプのみであって野営じゃないし。でも確かにキャンプのことがよくわからないのも事実よね。あの、ジュンさん、ちなみにどんなことをやるんですか。そうだな、まずは薪割りからだ。え、いきなり運動。心構えは。健全なる精神は健全なる体に宿るというからね。それに野営は火がなければ何も始まらないんだ。初心者講座っていうかトレーニングの気配を感じるわ。私はただ美味しい麦シワを飲みたいだけなのに。でも運動したり働いた後の一杯って美味しいわよね。薪割りもキャンプならではな体験だし、もしかしたら最高の一杯につながるんじゃないかしら。そう考えると悪くないわ。むしろチャンス。うん、ジュンさん、私に野営のイロハを教えてください。ああ、その息だ。さあ始めよう。では行きます。せいせいせい。おお、いい筋をしているね。さすがはメルクリウス財団のメンバーだ。焚き火は思った以上に薪を消費するからね。多めに準備しておくのに越したことはない。その息だよ。シェイク、シェイク、シェイク。うん、ゆかりちゃんの薪割りを見ていたら私も体を動かしたくなってきたよ。一緒にやろうじゃないか。え、自然の営みの音を聞くとやっぱり心が洗われます。ランドソルでは聞くことができませんからね。
調子で自然に身を委ね、しっかり反省しなさい。ですか？草原さんたちが確かにそう言ったように聞こえました。はあ、ボッチプレイスの効果が現れ始めてきました。草原さんたちの言葉がまた聞こえるようになりました。よし、草原さんたちに言われた通り、このまま心を無にして森の緑に包まれながら反省をします。私は草、私は木、私は森生まれ森育ちのエルフ。そう、自然に愛され、自然を愛してきたボッチなのです。うん、葵くんの様子？そうだね、ここ最近はなんだか様子がおかしかった気がするよ。ものすごい集中力を発揮したかと思えば、次の瞬間には抜け殻のように停止したりね。いつも通り頑張ってくれてて助けてもらってるんだけど、見ていてちょっと心配してたんだ。学院で講師もしているんでしょ？もしかしたら疲れが溜まっていたのかもね。疲れ溜まるよね。しばらく休みを取るって言っていたから、自然を感じにリフレッシュしてるんじゃないかな。ほら、最近キャンプが流行っているでしょ。うちの作業員たちもみんな今ハマっているみたいだからね。葵くんも息抜きに行ってると思うよ。お、さてと、そろそろおつまみのことも考えなくちゃね。自然の空気も美味しいけど、口寂しいのはごまかせないし、やっぱり私って花より団子のタイプなのかしら。最高の一杯を求めてやってきたわよ、キャンプ場。知り合いの姿も見えないし、一安心ね。何せ目的が目的だもの。彼に見られたら、なんて言われるか。一杯で我慢しなくていいの？麦酒は最高！彼がそんなこと言うはずないじゃない。ああ、私思ったより浮かれてるわね。キャンプハイかしら。お、最高の一杯はキャンプ場にある。その情報が果たして本当かどうか確かめてみせ。まだですね。さてと、そろそろおつまみのことも考えなくちゃね。自然の空気も美味しい。イベントクエスト続きをやるか。張り切っていきましょう。気を引き締めましょう。最高のポイントカットで大体はドラッグ。次はドイツだ。コスモブルーフラッグ。新天皇掃除。最後まで無駄に。やばいな。大悪党の時代だ。気を引き締めましょう。観光地のポイントカットで最高。次はドイツだ。観光地のポイントカットで最高。大体はドラッグだ。新天皇さん。スモブルーフラッグ。観光地のポイントカットで最高。
来てみるとなかなか難しいな。野営とは勝手が違うようだし、私のような武骨者でも楽しめるかどうか。もし少年がこの場にいたら、今の私にどう声をかけてくれるだろう。少年の声が聞こえたような。いや、ここにはいないし気のせいだろう。だがきっと少年なら過去の経験を前向きに捉えるはずだ。私もそうしてみよう。すっかり影響を受けてしまったな。やっか。これくらい用意すれば薪は持つだろう。それじゃあ食事まで少し休もうか。2時間の間1秒も休憩なしで薪割りして、息が乱れてない。鎧の中に本当に生身の人間が入っているのかしら。それはそうと、喉が渇いた。そうだね、しっかりと水分補給するといい。全身の力が抜けた。薪割りで見せた勢いはどこに。いや、殻を脱ぎ捨て急速に入ったと言った方が正しいか。まさかこれが、これこそともちゃんが私に求めていた休暇のあり方なのか。私の話をしてもいいかな。お、麦しわの席にもってこいのおつまみね。今日はブレーコンよ。なんでも話しちゃって。そうか。じゃあ遠慮なく。というわけなんだ。ともちゃんたちに言われて休暇を取ったものの、どう休んだらいい。その時の団員さんたちがそんなことを。なんて上司思いのいい部下なの。ああ、私もそう思うよ。自慢の部下たちだ。だったらちゃんと休むわよ。ああ、そうしたいとは思っているが。だいたいね、硬すぎるの。鎧の話じゃないわ、その性格のことよ。
キャンプ場に来ただけでリフレッシュできると思ってるわけ？ TPO って知ってる？キャンプ場はレジャー施設よ。楽しんでなんぼの世界のはず。それなのにずっとトレーニングトレーニングって。ジュンさんは上司としてともちゃんとまつりちゃんの気遣いを全力で受け止めなくちゃ。それはそうなんだが、それにジュンさんがそんな風だと式にも影響あるんじゃないかしら。休まない上司がいるとその下にいる部下って休めないのよ。だからこそ休める時にはしっかりと休んでほしいの。そうか。ともちゃんたちの気持ちは考えたこともなかったよ。それで私は一体どうすれば。そんなあなたに朗報です。いいリラックス方法を教えちゃいます。大事なのはメリハリをつけること。自分でコントロールが難しいなら道具の力を借りちゃえばいいの。おう、よろしく頼む。一体何なんだ。さあ、で、あ、美味しく入れられました。やっぱりこの豆は山の空気と合いますね。香りが高くてほのかに甘みがあってリラックスするのにぴったりです。いつも仕事前に飲んでるのは苦味があってすっきりする品種ですからね。場所と時間も違えばやっぱり豆も変えなくちゃ。このコーヒーがあってこその山ごもりですよ。やっぱり山奥で飲むコーヒーは心が休まるな。こうやって一人で静かに過ごすのっていつぶりだろう。最近は毎日いろんな人と交流してましたからね。ということは毎日ぼっちとして失敗を。失敗は慣れっこですが、失敗を失敗と思ってなかったのはさすがに痛いです。自分では都会に慣れて成長した気になってたけど完全な勘違いでした。ひどい思い上がりです。はあ、本当はコミュ力なんてかけらもない、人付き合いが苦手な不器用ぼっちエルフなのに。おー、自分がどんな人間だったかだんだん思い出せてきました。そうです、これが私、ありのままの本当の私なんです。よし、調子が出てきました。ぼっちの私を取り戻しますよ。団長さんってば、いける口じゃない。そうかい。普段は口にしないのだけど、この際だからね。あーん、まだ高い。もっとリラックスリラックス。ああ、うまい。仕事を忘れて飲む麦しわはこんなにもうまいのか。いいよ、その調子。今の態度は素敵な調子よ。おお、そうか。胸を張って帰れそうだ。教えてくれてありがとう、ゆかりちゃん。甘い、ジュンさん。甘いわ。あなたはまだ麦しわ道の入り口に立ったばかり。麦しわの力はまだまだこんなもんじゃないわ。何？麦しわの力？教えてくれ。部下のためにもその力が欲しいんだ。その言葉待ってました。もちろん教えてあげるわ。設営してくれたお礼に私が知る限りの麦しわの力を教えちゃう。それに二人で麦しわを飲めば最高の一杯に近づけるかもしれないし。さて、ジュンさん、いいかしら。麦しわってのはね、もちろんそれだけを飲んでも美味しいわ。けどその美味しさを引き立てる存在があるとしたら。そんなものが。え、それはおつまみよ。まあそれはそうだろうな。ああ、
でしょ。ああ、すまない。あまりに普通の答えだったものでな。これだから麦酒は素人は。ダメ！おつまみの軽視。麦酒はとおつまみの相乗効果をなめない方がいいわよ。飲食店の定番メニューで言ったら焼き鳥でしょ、エイヒレに、あとはポテサラってところかしら。しかしそんな食材は持ってきていないな。一体どうすればいいんだい。今のはあくまで飲食店のメニューのことよ。ジュンさん、何も言わず周りを見渡して、このキャンプ場がどこにあるのかを思い出すのよ。山奥だわ。そう、ここは山奥のキャンプ場。そして周りには深い森。定番メニューの食材を持ってきていなくても、あの森は自然の食材の宝庫よ。おお、ならばこのロケーションに合うおつまみの食材があるわけだな。ええ、そういうこと。だんだん飲み込みが早くなってきたわね。その調子だわ。それじゃあケーキ漬けにもう一杯飲んでから行きましょう。ああ、楽しくなってきたな。気持ちいい。ゆかりちゃんかい？この前一緒に飲んだばっかりだぞ。ああ、そういえば麦しわにマンネリを感じてるって言ってたね。ああ、そうなんだ。真剣に悩んでいてね。新しい刺激を味わいたいとかなんとか。だからキャンプ飲みを勧めてみたんだよ。ほら、最近流行ってるだろ。いいキャンプ場を教えたから、そこに飲みに行ってるんじゃないかな。なんといってもキャンプ飲みは人生観が変わる体験だからね。葵くんの様子？しばらく休みを取るって言っていたから、自然を感じにリフレッシュしてるんじゃないかな。ほら、最近キャンプが流行っているでしょ。うちの作業員たちもみんな今ハマっているみたいだからね。葵くんも息抜きに行ってると思うよ。あなたには言ってなかったね。今ジュンさんは珍しく休暇中なんだ。たまりにたまった有給を消化するためにね。今は山奥のキャンプ場でのんびりと過ごしている頃かな。そうしていてほしいと心から思うよ。友達が100人できるなんて100万年早いぞ。都会で友達になろうって声をかけてくるのは詐欺師だけさ。万物は流転するもの、思い通りになるなんて思わないことね。と大木さん、小鳥さん、風さん、金言の数々をありがとうございます。ねえマイフレンド君、ボッチプレイスの効果が現れ始めたよ。大自然が語りかける声がちゃんと聞こえるようになりました。耳で聞くのではなく心で感じられています。これこそボッチスピリットが癒された証拠ですよ。この自然が教えてくれたアドバイスを心に刻まなくちゃ。昨日までの思い上がってた私とバイバイするんです。おのぼりさんムーブをかまして迷惑をかけてしまった女学院やおもちゃ工場の皆さんに、そしてそして何より同志の団長さんに合わせる顔がありませんから。先生、私は二度と自分がボッチのエルフであることを忘れないと誓います。ボッチ代表葵。よし、田舎者のボッチエルフとしてもう
しますよ。お、癒せましたけど、これからどうやってランドセルで友達を作っていけばいいんだろう。変に都会はぶらない方がいいはず。ということはやっぱり田舎か丸出しで接した方がいいのかな。その方がありのままの私らしいですよね。それに友達はできないかもしれませんが、人を不快にさせて嫌われるっていうことにはならないはず。よーし、自然派エルフっぽさがもっと出るまで山ごもりを続けますよ。性格は見た目に現れると言いますからね。もう二度と失敗したくないし、完璧な状態に仕上げなくちゃ。残りのお休みを全部山ごもりに費やして、それまでは心と体を自然と一つにしていましょう。そのためにのんびり過ごしましょう。ほわわわー。野生のクマが、開けた場所に出たようだ。緑色の大きなクマ、死んだふりしなくちゃ。本当だ、誰かいるわね。ジュンさん、クマだって思われてるわよ。私はクマではなく人なんだわ。君、こんなところでキャンプをしているのかい？しかも一人で。ほ、人でしたか。死んだふりする必要なんて全然なかったです。人、ある意味クマよりも恐ろしい生き物です。大丈夫だ、この通り怪しいものではない。その通りよ、まあ人間なんだからね。つい取り乱してしまいました。ボッチのエルフの習性なので。ん？ボッチのエルフ？それにそのおもちゃ、あなたもしかして葵ちゃん？え？どうして私の名前を、私の個人情報、いつどこでどこから漏れたんですか？なんとそれは私が知らないだけで監視社会だったんですか？ゆかりちゃん、この少女と知り合いなのかい？ううん、私じゃなくてうちのギルドメンバーたちが、多分前にバイト先のおもちゃ工場で知り合ったって言ってた子だと思うの。そこでうちのギルドメンバーがバイトリーダーを務めたり、たい焼きの社食販売をしていた時の。え、もしかして三冬リーダーさんと玉木さんのことですか？うん、そうよ、やっぱり葵ちゃんね。私はゆかり、三冬さんたちと同じメルクリウス財団のメンバーよ。よろしくね。はい、その節はどうもお世話になりました。まさかこんなところで三冬さんたちの知り合いと会うなんて。それに子供の前だし、しっかりしないと。ちょっと酔いが覚めてきててよかった。私はジュン。普段はナイトメアの団長をしているが、その肩書きはランドソルに置いてきた。今の私はバケーションジュンとでも名乗っておこうか。何せ休暇中の身だからね。バケーション？ああ、よろしくお願いします。ところで、君のキャンプの腕前は大したものだね。まさに達人の領域じゃないか。私の部下の中にも野営を得意とする団員は多いが、これほどまでに荷物が少なく、また効率性と快適性を両立させた設営ができるものはいないよ。さ
っきからキャンプって何かの暗号ですか？そうやってテントを立てて焚き火をして、どっからどう見てもキャンプじゃない？キャンプ？このことをそう呼ぶんですか？この山ごもりの仕方にそんな名前があるなんて初めて知りました。小さい頃からよくこうして過ごしていましたので、うん、葵ちゃんってフォレスティーだったわよね。自然の中での過ごし方が得意だから、そもそもキャンプって概念がないのかもね。おお、私自然系ボッチハイルフに見えますか？え、あ、まあ、うん。ボッチって何のことかさっぱりだけど、自然派なんじゃないかしら。よかった、どうやら完全に元の自分に戻れたようです。ところで、どうしてこんな山奥でキャンプをしているんだい？隣のキャンプ場でやればいいじゃないか。隣？キャンプ場？ここは私が昔から使っているボッチプレイスです。歩いて3日かかる範囲内に人っ子一人いません。だから人の気配を感じず、自分自身とひたすら向き合うためには最適な場所なんです。むしろ遠路はるばるこんな山奥までやってきたお二人に驚いていますよ。だって隣にキャンプ場があるんだもの。それで食材を探しにこの森に入ってきたのよ。隣？キャンプ場？すみません、さっきから何言ってるか私にはさっぱりです。ずっと大木さんや風さんたちと話していましたから、人間の言葉が聞き慣れなくて。ジュンさん、ギルドメンバーたちから聞いてた以上に葵ちゃんは変な子かもしれません。ああ、だがキャンプ慣れしているとはいえまだ少女だ。こんな山奥に一人にしてはおけないよ。それに葵ちゃんの力を借りればもっといい休暇、もっといいキャンプを過ごせるんじゃないかな。確かにそうね、最高の一杯のヒントが得られるかも。二人で何を話しているんですか？もしかしてぼっちの私を笑い者に？いや、そんなことは。反対に感心していたところだよ。ねえ葵ちゃん、こうして会ったのも何かの縁だし、一緒にキャンプしようよ。こういうのグループキャンプ、略してグルキャンって言うらしいわよ。みんなで楽しくやってみない？どうかしら。皆さんのキャンプに私なんかが？お邪魔じゃないですか？だって私ぼっちのエルフなんですよ。それに私キャンプなんて知りませんでしたし、お二人の足を引っ張ってしまうんじゃないでしょうか。そんなに気負うことはない。ありのままの葵ちゃんのスタイルで過ごせばいいよ。そうそう、自由に過ごしちゃって。そうですね、リーダーさんたちとのご縁もありますし、一人で過ごして冷静になれましたし、ぼっち卒業への新たな第一歩を踏み出すいい機会かもしれません。わかりました、やらせていただきます。お二人の足を引っ張らないように精一杯キャンプします。それじゃあ明日の朝に迎えに来るよ。夜も遅いから今からの移動は大変だろうからね。はい、首を長くしてお待ちしております。それではまた明日。こんにちは。この先にあるキャンプ場に行かれるんですか？ごめん。そんなに焦らなくてもキャンプ場は逃げないですよ。それに広大な敷地なので混み合う心配もありませんから。山の中腹にあって眺めが抜群ですし、
目まぐるしい日常を忘れるにはもってこいの場所でした。でも一つだけ注意してください。キャンプ場を囲んでいる森には決して入らないように。最近毒キノコが繁殖しているそうなんです。そうなんだ。見た目は最高級キノコのアストライアだけそっくりなんですが、どうやら強い幻覚作用があるそうで、しかもほとんどの学者も見分けられないんです。実際に食べてみるまで見た目では判断できないという。そんな話を聞いたので、キャンプ場に向かっている人とすれ違ったら声掛けしているんです。キャンパー同士の協力はとても大事ですから。ではキャンプを楽しんでいってください。よっしょっと、これで私の荷物は全部です。お引っ越し完了です。素晴らしい。必要最低限の道具だけを持ち込み、現地で集めた木材でテントなどを作る。確かブッシュクラフトというスタイルだったかな。へー、さすがエルフの森が生んだ天然のキャンパーね。私はいろいろ不安で道具を買い漁ったのが恥ずかしくなっちゃう。ナイフ一つで何でも作れちゃうなんてすごいわ。なんじゃありませんが、手先は器用なんです。小さい頃から友達作りの練習台なんかを作ったりしてましたから。だから買い揃えるよりもその場その場で作った方が早いし、それにお金もかからないので、そんな懐事情によるところが大きいですね。葵ちゃん、いつも一人でキャンプをしていると言っていたが、どんな風に過ごしているんだい？私は休みを取ったのだが、休みの過ごし方を知らず。昨日はゆかりちゃんからリラックス方法を教えてもらっていたんだ。そこで葵ちゃんの過ごし方も参考にしたくてね。そうですね、あまり参考になるかは分かりませんが、私にとってキャンプとはありのままの自分に戻る儀式のようなものです。森の声を聞き、風と触れ合い、太陽の光の衣に包まれる。そして自然と一体になることで、日々の生活で歪んでしまった己を正すのです。そう、心を無にして極限のリラックス効果を得るんです。極限のリラックス、なるほど。確かに麦しわにもリラックス効果があるけど、それは仕事疲れを取るためのものだって今まではずっと考えていたわ。でも極限のリラックス状態でさらにリラックス効果のある麦しわを飲むと最高の一杯への道見つけちゃったかも。最高の一杯、うん、ああうん、なんでもないの。こっちの話よ。葵ちゃんにはまだちょっと早いから詳しくは言えないんだけど、私は最高の一杯のためにキャンプ場に来ているの。そのために葵ちゃんのキャンプ術はすごく役に立つかもって。リラックスか。葵ちゃん、教えてくれてありがとう。友ちゃんたちが私に休みを取らせたのは、働き詰めだったのを心配してくれてることなんだ。そこで君なりのリラックス方法を私たちに伝授してほしい。手ぶらではランドソルに帰れないからね。よろしく頼むよ。キャンプに臨むお二人の相当な覚悟、しかと受け止めました。では私が山ごもり、いえキャンプでいつもしているボッチエルフ流自己対話術を伝授いたします。まずここにマイフレンド君を置いて。そうそう、大丈夫マイフレンド君 V4 カスタムって名前だったわよね。美冬さんたちからその子の話は聞いたわよ。はい、この子を自分自身だと思ってみてください。そして心に思い浮かべた自分と対話をするんです。傷ついた心を癒したり、
空回りする自分にストップをかけて、ありのままの自分を思い出してみてください。そうすればストレスも何もない素の状態、すなわち極限のリラックス状態になれるんです。なんだか大変そうね。でも最高の一杯のためよ。自分と向き合ってみるわ。そうだね、メンタルトレーニングも大事な鍛錬だ。手を抜くことなくやってみよう。あまり負荷をかけないように慎重にお願いしますね。ベテランぼっちの私が長年かけて編み出したリラックス方法ですから。では始めてみてください。お、隙がない。初めてのキャンプだから一通り道具は揃えてきたけど、これだけあればどうにかなるかしら。どうにかなるわよね。疲れた。キャンプって思ったよりも大変なのね。テントの設営から薪割り、それから火起こし、やることが多いわ。冒険になれた彼ならこんなにてこずることもないのかしら。なんて言ってくれたりして。彼って頼りになるところも多いし、とはいえ足を引っ張りすぎても冷めちゃうわよね。よし、今のうちにちょっとくらいはできるようになっておこうっと。つまみのことも考えなくちゃね。ギルド管理長、今回ここまでかな。お疲れ様です。有給休暇を申請し承認された以上、私には全身全霊で休暇を遂行する義務がある。そうだな。ミッションをクリアすると報酬がも、なるほど。いつか将軍と共に天下統一するです。それがニノの夢なのです。
勝ちました。将軍と共に特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。将軍、ご飯にするです、お風呂にするです、それストーリーもいずれやっていかないといけないですね。はい、ということで、ありますね。はい、ということでイベントストーリーも第4話まで進みました。クエストもどんどんクリアしていきたいですね。はい、見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。Twitch もやっております。概要欄に記載しますので、ぜひアクセスお願いします。Twitter もやっております。こちらも概要欄に記載してます。アクセスの上、ぜひフォローお願いします。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。